はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第264回でございます。え、今週のテーマが、期待されたくなかった学生時代というテーマ。で、あと、もうすぐですっていうのと、リクエストありがとうございましたっていうのはちょっと別件になるんですけど、まあ、よかったら、最後までね、お付き合いください。 はい、ということでえ、先週お休みいただいちゃいました。と、まあ、先週のこのダラダラジオだけじゃないんですけど、あの、咳がずっと治らなくてですね、あの、生放送全然できなかったりとか、あと動画トークもね、すごいこう頻度を減らしてっていう感じになっちゃったんですが、すいませんでした。あの、すごくたくさんね、こう、ご心配いただいて、本当に、温かい気持ちに触れました。ありがとうございます。やっと、 まあちょっと多少、えっ、ー、と、時間、長い時間喋っても大丈夫になってきましたので、まあ、ぼちぼち生放送だったりとか、生放送ちょっとね、まだあの、いっぱいできるっていう状況ではないんですけど、えっ、ー、と、撮影とか頑張っていきますので、あの、よろしくお願いします。はい。で、今週はですね、ちょっと自分の話、いただいた相談がきっかけではあるんですけど、ちょっと自分の話をしていきます。で、そのメールが何だったか、もらったね、相談メール何かっていうと、 みんなもね、勉強だけじゃなくて、まあ、スポーツとかいろんな面で、あとは、もう素直に、兄弟がいて、お兄ちゃんだからとか、お姉ちゃんだからみたいなのもあったりすると思うんだけど、こう、期待されるっていうことって、何かしらある方、まあ、全然期待されなくて悲しいんですけど、って方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、期待っていうものが、まあ、ある、ね、こう、されることがある方、いらっしゃると思うんですよね。で、自分はですね、学生時代に、えー、特に母親から、 えー、ものすごく期待されてたと思います、まあ。自分はそう感じてました。で、これはですね、自分出来が良かったからとかそういうわけじゃなくって、あの、俺、兄弟で妹がいるんですけど、まあ前もね、結構話してるけど、妹が障害者なんですよ、うち。そう。あの、知的障害と発達障害を両方持っていて、だから、今、歳的には、えっ、ー、と、31になるのかな、妹。2個下だから31か。31なんだけど、えー、発達障害、体の発達が障害があるんで、見た目的には、多分、 普通に、まあ、中学生とかぐらいなのかな、そんな体が大きくならないし、で、あと、ま、言語も喋れないしね。そう。多少、なんだろう、なんか言ったこと、あれ取ってとかって言うと理解して,取って,きて取ってきてくれたりとかするんですけど、まあ、そういう日常会話とかは特にできないんですよ。うん。で、あの、まあ、そういった過程で育ってたので、で、別に自分もすごいこう、ぐれてたとかそういうこともなかったし、 卒なくいろいろこなしてはきたつもりだったのね。勉強もめちゃくちゃできたわけじゃないけど、めちゃくちゃできないわけでもなかったし、スポーツも同じ。めちゃくちゃできたわけじゃないんだけど、別に、すげえ苦戦したとか、あの、水泳はダメだって泳げないんだよ俺。そう、水泳はダメだったけど、でも別にまあそこそこな感じで生きてきたから、まあそういった意味でも期待はされてたのね。期待というか、こう、お兄ちゃん頑張ってね、みたいな。お兄ちゃんしっかりしてね、みたいなのは、まあ小学校の時からずっと感じてたし、で、 まあ今もね、その障害者っていうところへの理解っていうのはまだまだだと思うの、日本に関しては。でも当時なんてもっとひどかったんだよ。これ、まあどっかで話したと思うんだけどさ、スーパーで家族で買い物行くじゃん。で、うち父親はさ、もう仕事人間で朝の6時に電車乗って夜の終電で帰ってくるみたいな生活だったから顔合わせなかったんで、大体こう3人で買い物行くわけよ。妹と俺と母親でね。 で、妹こう転換って言って、こう急に叫んじゃったりするのを、やっぱり持ってるから、急にこう買い物しててもう、うわーとかって言っちゃうのね。で、周りはびっくりするじゃんか。で、そうすると、そのちっちゃい子を連れたお母さんとかさ、別にちっちゃい子なんてさ、えっ,って思うじゃん。それは当然思うよね。えっ,って、ママ何って言うと、見ちゃいけませんみたいなのを普通に聞こえるように言ってくるみたいな。そんな中でさらされて生きてきたからさ、 まあまあそんなこともあって母親はさ、やっぱり俺が感じた以上に苦労してたと思うの。いろんなところで。俺が知らないところでね。いろんなことをきっと言われてきたし。そう。だからこそ、自分がしっかりしなきゃ頑張んなきゃ、期待に応えなきゃっていうのを思ってたのね。でも、それがまあ中学校に入って、まあいじめに受けて、その自分の中でいっぱいいっぱいになってしまって生きることに。そうなってきたら、その母親の期待が重になっちゃったんだよ、俺の中では。もう本当に期待してほしくなくって。 で、まあ反抗期っていうのはね、そんな度反抗期はなかったんだけど、俺、そこまで。でも、もう嫌でしょうがなくってさ、もう期待っていうもの自体がもう、本当に嫌だったの。で、そっから期待っていうものが嫌になったから、もう先生にも期待してほしくなかったし、っていう風な生き方をしてたのね。で、今回、まあ今回っていうか、結構いただく相談の中で、やっぱそういった感じ、まあ状況は違うけれども、親とか学校の先生とか塾の先生の期待がきついと、で期待に応えなきゃいけないんですかね、みたいな。 なんかそういった悩みが結構いただくのね。で、やっぱ期待っていうのはさ、時に重くなると思うんだよ。特に学生のうちっていうのは。で、それはすごく自分が同じだったからそうだよねって思うんだけど、その苦しんでるわけよ、今ね。苦しんでて、で、解決策としては分からないの、正直。俺はもう耐えて、耐えて気づいたら受験が終わって高校に入って、高校でも辛かったけど、でも高校はさ、いじめがなかったから、ちょっと余裕ができてたから、まあ多少の期待は、なんか、 特に、学校の先生が大っ嫌いだったんだけど、俺、その中学校の、まあ、これラーなのね、中学校のもう、もう、本当大っ嫌いな先生がいて、あることがあって、それからもう先生なんても、っていうふうに思ってたの、先生なんて全員も大っ嫌いだわ、みたいな。思ってたんだけど、その高校の松崎先生っていう俺の恩師ね、その先生がきっかけで俺は教師になりたいって思ったんだけど、その先生がいたから、その先生の期待には応えたかったの。そう、恩返しをしたかったから、すごく。んで、その期待って部分もちょっと変わってって、印象がね。 で今は期待されることが、まあ、苦しくもなるときもあるけど、当然。でも、やっぱり、その期待に応えたいっていうか、それを超えていきたい。もう、もっと言うと、例えば、ここまで、じゃあ100までやってくれるかなって期待されてるんだったら、200までやってやりたいみたいな。いい意味で期待を裏切ってやるぜ、みたいな。風に生きてるの。今のモチベーションとしては。どうそうやって変わってったか、みたいな。まあ、そうやって変化してた人間だからさ、そういうのちょっと話せたらなと思って、今回、このダラダラ城でテーマにしていました。 まあほとんどでも話しちゃったんだけど。<laughs> でもね、あのー、やっぱり33になってさ、自分の子供もできたし、で、やっぱりたくさんの学生で触れてきたから、で、自分はね、まあ今もそう思っちゃう、思っちゃうって言うとは気持ち悪いって言われるからあんま言わないんだけど、こう、ユーザーの子いるじゃん。みんな見てくれ、あの、授業動画見てくれてる子いるでしょ。でほんと自分のね、生徒のように思ってるの。その、 直接会ったことがないし、もちろんね、お互いに知らないんだけど、顔なんて。あの、まあ、そっちは知ってるか。わかるか。そうだけど、思ってて、で、熟考詞の時はすごく思ってたの。で、その熟考詞の時は自分まだ子供いなかったし、結婚してなかったから、ほんと自分の子供のように思ってたのね。そうそうそう。あの、第三のお父さんみたいな。第三のか、第三の家族か。お父さんお母さんの次のおと、みたいな。思ってて。そう。だから、こう、まあ、期待をする側になってたんだよね。 でも、期待をするっていうのは重荷になるから、重荷にならないような期待をしようっていう、その、なんだろうな、応援し、応援っていうものが根底にあって、ちゃんと背中を押せるような期待をしようと思って、一応こうやって生徒とは触れ合ってきたのね。で、今、すごく思うの、だからそうなってきたからさ、お父さんお母さんの期待っていう側、その学校の先生もそうだけど、期待する側の気持ちもやっぱわかるわけよ、今となっては。 だから、そう考えた時に、みんなにどう思ってほしいかっていうと、期待っていうのはね、無理に答えなきゃいけないもんじゃないの。だってみんなの人生なんだから、別に人にどうこう言われて生きなきゃいけない人生じゃないわけ。でも、期待される、まあね、期待の種類もあるんだよね。その、大人がね、みんなに期待した時に、本当にみんなのためを思って期待してる期待と、大人の利益のために期待してるっていうものもあるわけよ。で、それはね、別にちょっと違うと思うわけ。 それはちょっと大人が汚いなとは思ってしまうんだけどでも大体のものがみんなのためを思ってるただ伝え方とかみんなのその心の余裕とかいろんなものが加味してうまくその伝わってないこともあると思うんだけどでもみんなが例えば何かを期待された時にそれに期待に応えたいって思うかどうかその期待をされるとさプレッシャーになるからあ辛いとかさ頑張んなきゃどうしよう失敗したらって思うな。それは自然な感情なのそれは置いといてそのね あの、期待されてそれを受け取ってしまったら不安になるかもしれないけど、でも、この人の期待には応えたいかなって思うかどうかって、そこの気持ちがすごく大事だと思ってる。自分はね。そう。だから、みんなが今ね、この時点、この話を聞いた時点でいやいや、期待なんかされない人生なんですけどね、って思う方がいるかもしれない。でも、まだ学生だよ。まだ、ね、何歳か分かんないけど、15年とか18年とか分からないけど、そのぐらいしか生きてないわけよ。これから先、絶対あるから、期待されることが。みんなが,が努力してればね。そう。 だからその期待された時にその時にあどうしようって、ね、戸惑うかもしれないけどその時にぜひその期待に応えたいと思うかどうかでもうお前の期待な答えってたまるかよって思うんだったら突っぱねていいと思うんだけどでもいろ、まあ、んなことを、まあ、まず素直に、ね、期待に応えたいかなって思うかどうかをすごく考えてもらってであといろんなこと他多分そんなシンプルじゃないと思うんだよねいろいろごちゃごちゃ考えてしまうとは思うんだけどで、まあ、最終的に決めるのはみんなだよみんなの人生だからね。 うん。だからそれを、えっ、ー、と、誰の期待であっても、多分それを答えようと思った時にはプレッシャーになるからさ、失敗して期待を裏切ったらどうしようとは思ってしまうとは思うんだけど、でもね、本当にみんなのことを思って期待してる人っていうのは、例えばそれを期待を裏切るっていうか、それが叶わなかったとしても、は、なんなんとはならないよ。ならない。本気で応援してる大人だったらね。その周りの人間がね。 そう。だから、もし、その、答えたいって思う期待がみんなのそばにあるんだったら、みんなは、今できることを、その、期待に応えなきゃ、応えなきゃって、そこじゃなくって、今、みんなができることは何なの勉強だったら何か頑張れることがあるんじゃないのとか、スポーツだったら練習何すればいいの今、みんなができることを一個一個やろうっていうエネルギーに変えて、ぜひね、その、期待ってものをうまく扱ってもらえたらなと思います。うん。 です。<laughs> 駆け抜けたよ <laughs>。ちょっとバーって話しちゃいましたけど。なので、まあ自分もね、あの、自分が期待す、みんなに期待するっていうのは、ちょっと違うと思ってるんで、あんまりそういう言葉、その言葉はこのね、ネットの越しではあんまり使わないようにはしてるんですけど、自分が思うのは、あの、受験特にまあ勉強動画を見てくれてる子が多いと思うので、その勉強に関しては、みんなが、例えば志望校だったら、みんなが行きたいって、叶えたいって思っているものが叶うことを、 願ってる。それを応援したいし、願わせてもらえればいいなと思ってるから、それは本気で応援してるので。だからまあ、特に受験生も多いと思うからさ、もうちょっとであと、ほんと2ヶ月、3ヶ月で受験本番だよね。うん。戦いの日がやってくるからさ、だからそこが終わった時に、もちろん一番は、なんだろう、合格して、志望校を受かって、嬉しなき、まあ嬉しいなかどうかわかんないけど、その、晴れたね。やったっていう表情になってほしいし、 ね、でも、もし落ちたとしてもやりきったって思ってもらえるようなで、次に繋がるような、その受験をしてほしいなと思いますので、ぜひ頑張っていってください。はい、ちょっとまとまんなかったけど。下行きます。はい。<laughs> で、もうすぐですっていうのはですね、えー、今年の目標、あ、チャンネル登録者ね、元々45万だったんですけど、一応それが、あの、夏に、なんすか、10月かに達成できたので、50万に切り替えたんですね。で、数日前に一応49万まで来て、今49万、取ってる時は49万3000に、 え、届いております。あと7000人ですね。一応、まあ、なんか、大変なことが起きなければ、おそらく今年中には50万人行くかなと思います。で、50万いったら何しようかなってのを、あの、<laughs> 考えてたんですけど、ちょっとまだ決まってなくて、まあ、なんか、こういうのしてほしいってあったらね、書いてもらえたらと思うんですが、なんかみんなに、 また手紙書いたりとかできたらいいなとは思ってるんですけど。で、一応イベントとしては、前ね、あの YouTube スペースでみんなで集まってなんかやろうよみたいな言ってて、で、それは一応やる予定なんですけど、で、本当は冬休みにやろうと思ったんですが、冬休みね、YouTube スペースちょっと混んでるのと、やっぱ受験とか全部終わった後の方がね、来やすいと思うので、まあ、春休みにでも、まあ、そのぐらいのめどにね、なんか YouTube スペースでイベントできたらいいなとは思ってます。他にもね、ちっちゃいオフ会とかまたできたらなとは思ってるんですが、ひとまず50万がいけたら、 ま、生放送とかできたらいいね、その50万達成の瞬間ね、ちょっとそれはわかんないけどさ、まあ、そんな風に思っております。で、あと、リクエストに関してなんですけど、まあ、1年の年末ですね、年末にいつもふざけた動画を撮っていて、あの、だいたいこうなんか、なんか変なことやってくださいみたいなリクエストに答える動画をいつもやってるんですね。 で、前回のダラダラジオの時にちょっと、どんなんありますかって募集したらですね、リクエスト、ほぼ90%が勉強でした <laughs>。まあ、そうなるよね。な、毎年そうなるんだけどさ。で、まあ、ふざけたっていうか、ちょっとエンタメ系だったら、また歌って、なんか、ボカロ歌ってくださいよとかさ、なんか変顔で対決してくださいよって、対決誰とするんだろうとか思いながら見てましたけど、まあ、一応、あの、まあ、その一年の最後っていうとこなので、そこはちょっと勉強以外のもので、なんか、 動画一本撮れたらなと思ってます。ちょっとまたネット行ね。ちょそろそろそろ時間やばいんでね、ちょっと考えておきますけど。まあそんな動画が年末に上がりますので、頭の片隅にでも置いといてください。はい。ということで、えー、今週のダダダラジオはこんな感じでございます。あの、まあ期待に関して喋、ね、りましたけど、こうぜひ、まあ期待だけじゃないと思うんだよね。いろんな周りのいろんな感情の中にみんなは生きてるからさ、その感情をできる限りプラスに、プラスエネルギーに変えて生きていってほしいと思います。 でも、みんなをバカにしたりとかディスったりとか、なんかそんな陰口言っていくるとか、そんなね、マイナスエネルギーをプラスに変えなくていいよ。それはもうね、無視。もうスルーでいいから。できる限りスルー。受け取んなくていいからね。でも、そのプラスに変えれそうなものっていうのは、ぜひ変えながら、人生ね、歩んでいってもらえたら嬉しいです。 はい。ということでね、今週は、えー、と、期待されたくな、これ、期待されたくなかった学生時代というテーマで喋らせていただきました。今回もね、ちょっと長くなっちゃったんですけど、ここまで聞いていただいてありがとうございました。では、また来週は、来週は12月になってますよね。まあ、12月1週目ですね。また喋っていきますので、よかったらそちらの方もぜひね、聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。